れば見るほどです。流れております監督、三河みどりさんのリクエスト、まどかひろし無双花をお願いいたします。飛んだり回ったりする、はい、まさに空中であんな長いこといてずくっと回ってターンしながら、はい、またあのねえスロープというんですか、あのパイプ状になったところ、うん、来るというのはだからって回転しながらひねるんでしょ、うん、しかもなんかこう2回転だの3回転だの、そうそう回るわけですよ、ぐりぐりとね、はい、すごいもんやなというのも皆さん方のね共通した意見でございますが、お便りも今日もたくさんいただいておりました。こちらの方クリオネブルドッグさんからも、真面目な変態紳士さん、畳さんからもいただいております。それから空手型バカ 一大さん、いろいろいただきました。まこちゃんからも、坪井さん小高さん、ついにソチオリンピックで日本人選手がメダルを獲得しましたよ、うん、だからみんな喜んでるわけですよね。はい、ちょっと暗いね、なんか暗い気持ちにちょっとなってましたでしょ、なかなか、うん、あのメダルがね、うん、日本取れなかったので、うん、あの前評判の割にはなんて言われて、季節リスナーさんも、うん、今これ無双花流れてますけども、はい、ねソチ五輪の BG ですが、ホタルというのはどうですかね、ソチの水は苦いぞというそんな感じでという、本当にそんなちょっと苦い味をね、特にあの雪関係のスポーツってなんか雪の質がやっぱ結構難しいらしくって、取りにくい、うん、取りにくいって各種目なんかそんな話が出てましたもんね。それ日本の各地でも違い、スキーやる人なんかもね、うん、はい、この辺で滑るのとやっぱり手稲山の方、北海道の手稲五輪ありました、はい、あそこで滑るのとでは全然やっぱり雪質違うもんな、はい、というようなことでね、日本国内でもそうですから、外国まで行ったらそりゃ雪質は違うかもわかりませんよね、はい、でこの方の先ほどのまこちゃんのお便りでございますけれども、メダルを獲得いたしました、昨夜に行われました男子スノーボードハーフパイプ、決勝で平野歩夢選手15歳が 93.50 点を、獲得してシルバーメダルを獲得しました。平野スグル選手18歳 92.75 ね、ブロンズメダルを獲得して、はい、ソチオリンピック日本人初のメダルを2つも獲得と、はい、平野拓選手です、ね、拓でいいのか、はい、拓でいい、すみません、はい、そして冬季オリンピックで日本人初のスノーボード競技でのメダル獲得、そして平野選手は冬季オリンピックで日本人最年少のメダリストとなって、でさらにスノーボード選手の日本人選手としての最年少でのシルバーメダル獲得と、記録尽くしのメダル獲得となりました。うん、立派なもんですね。優勝候補でメダリストのスノーボードの王者ショーン・ホワイト選手に勝ってのシルバーとブロンズメダルの獲得ですから、平岡亮選手とも本当によくやったと思いますよ。今まで日本人のスノーボードのイメージは柄と雰囲気が悪いとかチャラい悪いイメージが強かったんですけどもこれで日本人のスノボーのイメージが良い方向に変わるといいですし、スケートやスキーと同じぐらいにもっと注目される競技になるといいですね。昨夜に行われるスノーボードクロス女子もとっても楽しみですし、私的にはボブスレーが一番楽しみです。いろいろまだ楽しみが続くね。ああ、この人のもう書いてる中にはいろんなこの要素がね、はい、ありましたですね、うん、最後の方のこのスノーボードのイメージ良い方に変わるといいですねというのはまあ私もその通りでもありますが、はい、これ何でもいい方向に変わるに越したことないんですけれども、私はチャラ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 して、あんなチャラチャラしてるやつはどうしようもないやつだというイコールで結ぶのを僕は断ち切ってくれたという方がまだいいかもわからんなと。だからチャラチャラしてても世界的レベルいくんやないかと。あの、はい、細々さんでも、はい、そうやってチャラチャラしててもいいと違うかと言ってる時にこの曲に変わるのはどうかと思うんですけど、これですね、えらいなんかこう真面目貧困法制系の二人がどうです、はい、18歳と15歳や若いねえ、うん、若い10代美しい10代三田明やねえ、三田明の真似をする誰でもできる三田明、息継ぎを大きくする白いのバラを
捧げる僕に、この息継ぎを大きくすると。そんな息継ぎ多くないですけど、本物と比べると似てないことが分かるので、一番不利な形の芸の披露の仕方でございました。チャラチャラしててもいいんじゃないかという主張になった途端、こっちのもういかにも貧困法制な昔ながらの好青年いう感じの曲に変わってますけど。本当ですね、はい、うん、でもまあ、はい、あの僕はだからね、あのほらなんか坊主狩りしたら真面目、これくんで中髪のやつはどうしようもないやついうな、そんな図式で見るやないですか、はい、でも長髪にしている高校野球の人が万引きをやって高校野球出場が停止になったりとか、はい、そんなもんね、格好とね本心は違うっていうのは僕のあれなんで、うん、まあ見た目の問題じゃなくて、いろんな言動とか受け答えとかそういうとこで、うん、あしっかり今回のだってこの二人だってしっかりしてんなって、しっかりしてる、なんなら私たちよりもよっぽどしっかりしたコメントしてましたから、はい、何でもね、どんな格好してようとも、うん、世界のあのヒノキ舞台に出るいうのはね、はい、僕らよりもね、はい、並々ならぬ努力をしている人たちばっかりですからね。それをね、あの服装がどうやとかね、僕はそんな服装よりも技を見立ってくれというようなところを僕らずっと思ってたんでね、はい、いやでもまあね、そうやって言いながらこの二人は感動を与えてくれましたよ。それはこれで越したことないですよ、うん、ねえ、というようなことでありましたんですがね、はい、それからこちらになりますと、松下法系塾さんという方で、何を教えるんやわからん、どういう入塾審査があるんでしょうオリンピックの話、オリンピックの話、オリンピックの話、しかもこの曲に乗せて話す話題かい、怒られる、本当ですね、はい、はい、ああ本当にね、15歳18歳、美しき10代や、うん、ねえ、高梨沙羅ちゃんは残念ながら4位でした。またこの悔しそうな感じのところがね、もう、うん、ええー、よええー、よ大丈夫頑張ったって、ね、帰っといてって言ってあげたいですね。本当やで、うん、あの言うのなやという人もいますけども、はい、ねえ、うん、いや言う人はあんたやってみーとあそこ行くのが、オリンピックでどっそんなに悪い成績があっても、うん、行くだけ行ってみりゃ、うん、ほんならって、うん、ね、はい、うち毎回言います、うちの子は、うん、ね、水泳めちゃめちゃ得意やった、はい、ね、学校で一番や、うん、バーンや、親として自慢やったわ、うん、で区の大会になるともうちょっと順位下がってですね、うん、はい、ね、小学の大会、はい、で名古屋市の大会になるともう入られへん全然そんな名古屋市とか小学とかというレベルでもですね、うん、抜きんでるということはなかなか難しいことですよ、はい、それがオリンピックまで行った、なんじゃこんな成績で、だるじゃいぞとよう言うなと僕は思います。まあ誰も言ったな、言わないと思いますけどね。だってすごい、ね、うん、ちっちゃい体で、またみんな周りをもっと上の大人たちバカですよ。はいはい、そんな中であのちっちゃい体で、ようあそこまで頑張った。本当やわ、うん。ねえ。ということで残念ながら4位でしたが、この3人のインタビューを聞いていてもですね、うん、15歳、17歳と思えないしっかりとしたコメントに、感心いたしました、うん、ということで、まさに三田明にぴったりな感じですよね。やっぱあの世の中の世間の娘息子にまたね、うん、お父さんお母さん見てみ見てみしっかりしてるわ、はい、スポーツもできてこんだけしっかりしてて、はい、あんたどっちかもうちょっとマシにならへんか、うん、勉強もできへんんでスポーツばかんやんたダラ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 鼻くそほじりながらテレビに行って寝転んで、うい三島だかいってなんじゃあんたはって言われてるんです。そういうお子様は、あのいわゆる長者番付とか世界の金持ちベストなんとかっていう時にもそれを表を持ってって お父ちゃんと同じでてこんだけ稼いどるやないかと言ったってください。そういう場合にはね、はい、ノブさんからもいただいております。百宝、ね、新人のね、新生の2人かわいいですね。メダル獲得おめでとうございました。ショーン・ホワイトがまさかの4位でしたがね、びっくりしました。魔物が住んでるんでしょ、ランコさんからも、あれやっぱようできててね、はい、まあ、僕ちょっとダイジェストで見ただけですけど、ショーン・ホワイトが最後だったでしょ、はい、確か、うん、ね、だからそれの結果によってはですね、ね、うん、誰か一人落ちてしまうということがあるわけですから、うんうん、どうやっていうことですよ、うん、ね、だからって言ったらなんかまあ、誰もようわからんけどええやないかと思いながらもやっぱ結果的にあかんかったんでね、はい、ああよかったいうね、私なんかあの朝起きてきて、うん、ね、あのこう日本人勢銀道言うから、まあ、ショーンは超えられないわねって言って、表彰台見たら、あれ、ショーン髪の毛伸びたって言ったら別人でびっくりしましたけどね。はい、そういうこともあるんですね。やっぱりね、やっぱ
ぱり蓋を開けてみるまではわからんというのはそういうことでしょうね、うん、その他こちらの方は、菜の花ボーイさんからもね、ひらひらと飛んで銀堂をつかみ取るというのが上手や、ひらひらコンビ、はい、はい、平野平岡、はい、ひらひらと飛んで銀堂をつかみ取るというあたりはなかなかうまいなという感じがいたします。まだほんの一部の次もちょっとそんなお便りでございます、はい。